私の名はオミヨネ。この物語の主人公である。今日からついに、最後の洞窟探索が始まる。お別れが近い。ここが、最後の洞窟か。こんなところに、洞窟なんてありましたっけ？ちょっと、座標データを調べてみますね。おや？これは？大野アナ、でかい犬やっと手名付けた。しばらくこいつの住処に隠れとこう。かなり深い死後地層もたくさんいる。あいつらも諦めて帰るはず。獣医さんの日誌のようです。こんなところに隠れていたんですね。間違いないな。巨大な犬も、一緒のようだ。おみよめ、おっちん、気をつけて探索してきてくれ。これでこの旅も終わりなんですね。悲しい。この洞窟が一生続けばいいのに。それはそれで嫌なんですけど。おーい、獣医さーん、いたら返事してくださーい。しー、静かに。獣医がいるところには、巨大な犬もいるだろう。オッチンを治すには、その細胞が必要だ。逃げられないよう慎重に頼む。ということだ。何？どうしたのさややちゃん。ずっとオミオンの中に引きこもってたから気がおかしくなるかと思いました。すでにもう来てる気がするわよ、昨夜。たまには太陽の光を浴びることも大切です。って洞窟の中やないかい。今回の実況解説は、スターちゃんと、スター君がお送りします。おーい。ちょっと、でかい犬がびっくりしちゃうでしょうが。すみません。こいつさ。お前誰？スター君です。だからなんでお前が先に綺麗になってんだよ。静かにしろって言ってんだろ。しかも見たこともないキノコがいるんだが、あれは完全に毒々しい見た目してたわよ。心苦しい決断ではありますが、妹様のみで行ってきてください。ひどくない？私の体を使って量産していただいて構いませんので。よし、フランちゃん行くよ。お見よめもお留守番しててくれて構わないのよ。何やばよくばデートしようとしてんだよ。こらお前クロノガミ天皇。あ、僕フランさんのこと信じてるんで全然大丈夫です。くそー、あの4人っぷり。おいらが擬人化したらイケメンすぎて、いつまでその笑顔でいられるかな。安心しろ、オッチンは擬人化しないから。そうだ、擬人化するのはこの俺だ。いや、お前はもともと人だ。デカボケな猫は完全にお見よめで、こっちのキノコはポンコツ旦那からだよな。あいつのキノコも結局毒だったってわけだ。ポンコツ旦那元気にしてるかな。きっとお空で見守っててくれてるよ。いや、言ってるから、ピンピンしてるから。てかこのキノコの胞子がかかると分生生物が生き返るみたいだな。生き返る前に運んじゃう。運んでる間に他の分生生物に襲われたらどうするんだよ。その時はおっちんさんを恨みますよ。俺なの？大丈夫大丈夫、無理性で倒しきれたよ。この後普通に引き食べられた。地下2階なのか。地下2階にはどんな原生生物がいるのか。俺の仕事を、俺の仕事を奪うな。俺の仕事を返すか。俺をきれいにしろ。何その条件。スターちゃん新米だから虫にしちゃう可能性もあるんだぞ。それはマジでやめて。なんか擬態化したやつがいるんだけど、あれで擬態化してるつもりか。体の水玉模様が丸見えなんだよ。やっぱり普通のデカチャッピーでしたね。スターちゃん多分全力それじゃないと思う。おっと、地下3階の敵は鳥だ。しかも表示を見る限り3匹。そういえば私の鳩はどこに行ってしまったのでしょうか。まだオバガイアで許したんだろ。帰ってきてくれ。もうお前だけが俺の家族なんだ。誰かあいつにペットでも送ってやってくれ。しょうがないですね。え、さややちゃん俺に何かくれるの？これは私、AIロボットのロボちゃんです。お前だってすぐに擬人化して綺麗になるんだろ。完全にこじらせてますね、あの人。擬人化とは、人間以外のものを人物として人間の性質特徴を与える比喩の方法である。また一つ賢くなりましたね。まだおばさん、やかましいわ。で、走行してる間に3匹全部倒しちゃったんですけど。さすがお嬢様の重量級。は、地下4階に来たところで、スターちゃんはスター君とデートに行くのか。お前仕事中だぞ。まだおばさん、デートというのは親しい男女が日時を決めて会うことを言います。知っとるわそんなこと。嫉妬は良くないんだぞ。マダオが嫉妬、座るということでしょうか。英語ではな。そんな鼻クソみたいな話よりも今こっちの状況結構大変なのよ。鼻クソみたいな話ってなんだよ。雪玉がボロボロ転がってきてて、それどころじゃないんですよ。お見よめ、早く逃げて。大丈夫大丈夫、道幅も結構余裕あるみたい。うわー、この時、今までの人生での出来事が走馬灯のように蘇った。いやー、もう人生終わったかと思ったわ。こっちのセリフなんですけど。スターちゃんの魔法があったから現実に蘇らせることができてよかったのだ。いや、これこのゲームの仕様だから。スターちゃんの魔法の力じゃなかったのだ。都合のいいように解釈すな。はいはい、お嬢様が毛づくろいしてくださるって。誰が毛づくろいじゃ、猿じゃねえんだぞ。はいはい、背中パッカーンしてね。いや、ぐる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 してるだけで全然パッカーンしてくれないけど。一回誰か吸い込まれないとダメなんじゃないです。コンピューターで分析した結果、吸い込まれるのはマダオガが一番適任と判断されました。なんでだよ、実際に吸い込まれなくてもいいんだよ、この原生生物は。ほら見ろ、ポンコツ軍団はやってくれたぞ。ありがとう、ポンコツ軍さ。地下5階に来たわけだけれども、またこいつなの。もう結構戦い慣れしてるんだけど。視聴者さんからのアドバイスで資材全部ぶっ込んで爆弾も持ってきたし、余裕すぎますね。じゃあ、ダイレクトに鼓膜に攻撃してきやがる。あれ、乱視がひどくなってきたかな。3体にダブって見える。お前の目は正常だ。爆弾足りますかね。で、盛大におかしいところに投げてるから、それじゃあ何個あっても足りないから。2体同時に相手するのは無理だから。コンピューターで分析した結果、おとりになるのはマダオガが一番適任と判断されました。おかしいだろ、絶対その役目はオッチンだろ。コンピューターで分析した結果、マダオガが適任って出てるんだよ。壊れてます、この AI。 残り爆弾は9個か。3体で3個ずつ。ここで全部使っちゃって大丈夫なんですか。後先考えずに全部使おうとしてるわよこいつ。私も食べたいです。いや、あれはわしの爆弾じゃ。ぐえあんなに爆弾に群がってる。ちょ、均等に分けてないで1体ずつ始末していきなさいよ。1体は爆弾の味を噛みしめ。わしも食べたーい。ちょ、あげますからそんな叫ばないでくださいよ。わしのじゃ。いや、わしのじゃ。
何してた。ほらほら喧嘩しないで。いやで爆弾くんもやめろや。あ、ずるいぞ。こいつは胃袋が爆発しそうなくらい衝撃的じゃ。いや実際胃袋が爆発してると思いますよ。もう殴った方が早いかもしれない。なんだよ、普通に倒せるんじゃねえか。あれ、みんなどうした。皆さんは欲をかいたせいでこういうことになりました。爆弾、食べます。食べます、食べます。これが欲に負けた奴の末路か。胃袋ぶっ飛び。倒せたのはいいけど、爆弾使いすぎたかもしれない。そして次のフロアで。ルイ隊長。いや、なんかあいつクズらしいって噂だよ。まあ、山田を捨ててこようとしたような奴だからね。いた、ルイさんです。あ、逃げた。おみおめ、追いかけるのだ。この回では、チルちゃんが参戦。そして、地下7階へ。チルちゃんも加わって、最後は全員集合とかになるのかな。それはなかなかエモい演出ですね。俺らもいることを忘れないでくれよな。分析の結果、まだこの洞窟は続くので感動の演出はもう少し先の方がいいと思われます。はい、それでは地下8階、なかなか予想していませんでしたが、サクサクと進めておりますポンコツ軍団。なんかこいつ見たことあるような。過去の動画を確認したところ、こいつにベーコンでタスバーガーをあげることにより、仲良くなったところを奇襲を仕掛ける、という戦い方をしておりました。ポンコツ AI だぞこいつ。普通にお嬢様の重さで尻尾を攻撃するんじゃなかったでしたっけ。は？重さじゃねえよ、数だろ、数。お嬢様に、重さ体重などというワードは、キンクです。デリカシーがあるのか、ないのか。お嬢様2体であの尻尾をグリーンできるのはコスパがいいですわ。普通なら20体必要なのに。さ、次のフロア行ってみましょう。さあ果たして次のフロアは何が出るのか。マジ？今気づいたんだけどさ、これってボスラッシュってやつ？今頃気づいたのか。私も参戦するわ。水辺なのでさややちゃん、チルちゃん、パチェちゃんのみの参戦になります。なんか慣れ慣れしい奴がいるんだぞ。俺とみんなの中じゃないか。私は初めましてなんだけど。隠れろ、この陶器レースっぽいもろいんだけど。この陶器、こんなんかではないものとして動かないと全滅するわよ。に、逃げるんだぞ。じゃあ、何笑ってんだよ。これオッチンの犬かきがレベル上がってなかったらめちゃめちゃ撃たれまくってたのでは。オイラの特訓のおかげはおーん。急に犬になるな。もともと犬なんだっての。うわー、チルちゃんが撃たれた。今までとは打って変わって壮絶な戦いを繰り広げております。ポンコツ軍団、早くおとりになって。マガオガ、あんたこのロボットの言うこと真に受けてんのか。マガオガは幼少期の頃、背泳ぎのプロと呼ばれておりました。呼ばれてねえわ、適当なこと言うな。オッチン、早く早く逃げて、ムチでケツをギシギシしたらどう。いや、オイラ馬じゃねえから。え、でもフランちゃんになら。あ、もう終わったから大丈夫。ふ、だんだん難しくなってきてるな。さあ、ついに地下10階ぐらいですかね。アナウンサーなら正確な情報だけを伝えろ。わあ、生まれるの早すぎだろ。今生まれたということは、0歳児ということになります。まずはおむつを履かせてあげましょう。人間の0歳児と一緒にしたらダメだから。誰がボニャルを与えますか。帰れ。いやでもドドロとは幾度となく戦ってきただろ。そうだ、パチェちゃんのアシカ文化アタック。違うよ。私、月でも効果あるのかしら。マジでわからんじゃ。しょうがない、地道にレミちゃんで戦うか。なんで私、やっぱり与えるダメージ量がえげつないからさ。なんでとは言わないけどさ、もうそれは言ってるのと同じなのよ。立派な相撲取りになるんだぞ、レミリア。ドドロに投げ込んでやろうか。レミリアさんなら横綱クラスになると分析で出ています。お前も分析すな。一旦叫ばれる。あばあばば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 、みんなオッチンの背中に。わあ、私は待たせたな。あ、こっちに現れるんだ。おい、沼があるなんて聞いてないぞ。あ、ヒロイが出てきたわ。出た、ワンパクキャラ。さ、ということで今回はここまで。最後までご